ガリーバッターと賢者の飯。よっよっ。ついに来たね。来たね。ありがとうございます。じゃあ、行かせていただきます。はい。あ、おかげさまでパトローナー、おかげさまでパトローナー、おかげさまでパトローナー、おかげさまでってことはこれ。これはもう、ほら。あ、今、としまえんとかさ、舞台もやってて、これ。今ね、これ、熱い。熱い、今。案件じゃないっす。だっていろんな、なんか YouTuber とかやってるよ、行ったりとか。まさに。今、まさに。いやいや、来てないっす。来てないのに、これワーナーブラザーズ公式じゃない。でそれがだからハリーポッターでしょ、はい、ああハリー、違うの、ガリーバッターはい、ガリーバッター、ガリーバッター、でもほら魔法の杖もね、いや本物でしょそれ、ね、え絶対偽物じゃないこれそんな音しねえよサリーちゃんの時の昔すぎる、ね、熱すぎるだろう、いやいや、おかしいな、えガリーバッター、これガーリックバターですよ、ガリバッター、そういうことか、当たり前でしょ、だからガーリックバターってまだあの可能性あると思うんで、あなかなか普段かけないものにかけてみて美味しく食べてみようって、ね、うんうん、それがやっぱガリバッターとケンちゃんの飯、そういうこと、当たり前じゃないですか、でも冬の苦学生みたいなこれがハリーポッター、量が違ってリザリーじゃん、量も違う、リザリーではあるんです、ローブはなんか全体的に浪人生、ね、浪人生みたいななんでこうなっちゃうねなんか生田くんで結構ハリーポッター、確かに髪型もちょうど髪型みたいな原作準拠、前髪の長さがそう原作本の方のイラストなんで、彼は魔法界で一番有名になる、あ、そう、素晴らしいです、さすがだね、というわけで、はい、関係ないのね、関係はないです、関係ないのね、ないんだ、じゃあはい食うぞ、何ですかはい、うん、まず僕からやりたいと思うんですが、うん、まあオーソドックスにこれうまいんじゃないかなというのがありまして、トップバッター、うん、それがこれ、え、あーえじゃない、あれ、え、あれ、おい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 、アスパラガス、うん、これ合うんじゃないかなと思って、ちょっと焼いてきました、あ、まず、おー、うまそう、あら、あら、あら、これでもういいじゃん、いいね、これにガリバタつけたら野菜とかも合うんじゃないですかって、これ今焼いただけ、焼いただけです、あら、これはもうグリフィンドールに10点、あー、ポイント、スネイプ先生、あの、時計みたいな形のレッドヒーキすごい、これどれかけんの、どれだろう、みんなトントンやるけど、これじゃない、これじゃない？あ、これバターソースか、パウダー、ガーリックバターソースとか、じゃあこれよく振って、うん、はい、あとこれ、うわー、おいおいおい、これだけだとでもベーコンとかね、あ、そうだね、肉巻きにしたらもっといい、これだけだと相性がある、どうなんでしょうね、うん、はい、うん、じゃあいただきます、あ、うまっ、まっ、濃いな、濃いね、めちゃくちゃうまいじゃん、うん、まっ、最高一緒に行ってもまっ、ああ、まっ、胡椒も効いてる、うん、ああ、まっ、うん、うん、ああ、あ、これは、えめちゃくちゃうまい、出るか、えうん、アガメンティー、えアガメンティ、水じゃん、あ急に水飲んだでけえ水飲んででけえ水じゃん、アガメンティ、濃いからね、濃いね、濃いわ、味濃いわ、いや、うまいね、俺、うん、塩コショウだけでうまいんだもんね、もともと、やっぱ合う、そこにこれは合うでしょ、俺はね、もちろん合うってものが持ってきた、これはまあそうだね、こっからでしょ、うん、ね、もっと冒険しないとね、したいしたい、僕が持ってきたのはなんだ、こちら、うん、俺電学を、電学、もうガリバタ漬けにしちゃえば、味噌電学あるけどさ、ガリバタ電学、ガリバタ電学、これはすごい、あんまりこんにゃくってそんなに油っぽくして食べないの、ね、ちょっと闇の魔術入ってる防衛術めちゃめちゃ授業ないと苦しむ感じ、これいってみようかな、これ、あ、これはちょっとね、味噌とか濃いのに合うからさ、そうそうそう、お刻みじゃん、おいおい、やばい、おげげくっさ、おげげくっさ、今日どうなっちゃう、うわうわおげげくっさだね、これどうなっちゃうのよ、これロンの杖がトロールの鼻に入ったこんなふうになる、おげげくっさ、おげげくっさの囚人に何ともかかってない、何ともかかってないの、いただきます、ガリバタ電学うん、うん、やばい、うわ、やばい、いや、ニンニクはただプラスチックっていうみたいな、なんかくっさ、ニンニクのゼリー、ニンニク草、うん、草塩、うまくもない、草塩、臭くて苦しむ草塩なんか
こんにゃくの味しないね。しなくなった。あとゼリー。これがちょっと強烈すぎるかも。こんななくなる、うん、よくないよ、こんな。歯医者のあの消毒のやつの味する、これ。これやばい。これをこんにゃくってなんかもうほんと、なんかよくない、よくないことを起きてるみたいな。もうこんにゃくがなくなってる。ない、ない。こんにゃくってちょっと癖あるもんね。これやべえわ。すげえ臭い、これ。これマジで。これは、これやばいっすわ、ガリ。あの、日水の癖が強い。癖が強いっても書いてる。怖い。怖い。これはちょっとやっぱ、かけるべきガリバと間違えたかも。そうっすね。こっちだったかも。こっちかも。パウダーとかね。こっちがもう。すげえ臭い。くっさ。強すぎる、これは。でも大丈夫。え？サクロフィン。何でしたっけ？サクロフィン。知らない。サクロフィン。サクロフィン。持ってきたね。なにこれ、クリカサクロフィール錠持ってきた、ね、知らねえぞ。これはもう大丈夫、魔法じゃない。これはね、すごいらしいです。え、そうなの、これめちゃくちゃすごいって。サクロフィール、ほんと口臭に対する防衛術、先生がこれも言ってない。サクロフィールは意外と女性が多い。体の中で原因物質作用し、口臭を取り除いてくれる。はいはいはい、1日3、4、口臭の除去とか2日酔いに効くらしい。すげえ、めっちゃいいじゃん。これこれこれを食べるじゃん。バブルの薬飲んで。確かに、そうか、そういう設定あったはい、はい、では私からガリーバッター行かせていただきます。いいっすか、はい、もうこれはね、うん、ガリーバッターといえばこれっていうのがあるんですよ、うん、あれ、なんか代表作ですね。え、代表作、こちらです。はい、ミミガーモズクエビオーサー。ミミガーモズクエビオーサー。エビオサーじゃないよ。え、あんたのエビオサー。あんたのエビオサー。え、なんでマグロ。ミミガーモズク、エビオサー。エビオサーね。沖縄の人だ。オイサー。沖縄料理かもしれないな。モズクもミミガーもそうじゃん。エビオサーです。あの、こっちはガリバタやってないんで。あ、これエビね。エビについて。それはないかも。このモズクとミミガーでちょっとさっぱりエビをいただく。ガーリックシュリンプをちょっとこう付け合わせつけて、うん、そうそうそう、酸味のあるちょっと新しい感じ。これはいいかも。いい、オリオンビール飲みたくなるね。うん、じゃあ、はい、はい、じゃあこの代表料理、はい、じゃあ唱え、みんなで言うか、はい、か、せーの、ミミガーモズクエビオーサー。うん、あ、うまい、うま、うん、うまい、うま、うん、悪くないね。なんかいいね。うまい、うまい。うま、意外とこのもずくが。もずく、尖ってないですね。うん。あら。ちょっと、ちょっとだけ酸味。うまっ。ビールに合う。浮き上がっちゃうんじゃないの、これ。確かに。確かに。うん。あー、足が折れた。え、なんで足。どういうこと。え、何、どういうこと。そんなシーンあった。うん。いや、単に。ちゃって今スリーポッター、ほんとスリーポッター。やっぱエビとガリバターいいっすね。うん、いや、ね、マイクシリンプ最高。うん、うまい。いや、でもビール飲みたいね。うーん、うまいわ。うまい、正解。夏にいいね。うん、もうガリーバター。ヘビの声聞こえてくる。え、ガリーバター。徐々にね、徐々に徐々に近づいてきて、徐々に近づいてきて、怖いね、人がいるかもしれない。美味しいのが出ると徐々に近づいて、いいの出しすぎるとちょっと名前を呼んで、あの人が、あの人が進んでくる、ね、怖いですね。というわけで、はい、生徒諸君にね、あれ、こちらのダンブルドアです。ブリトーです。ブリトー、ブリトーってなんか、うん、海外結構焼くらしいんですよ。巻いて、はいはいはい、だからもうガーリックバターでね。え、焼いてんだ、これ焼いて。うわぁ、これを切ってました。切りました。セブンイレブンにある、マルガリータとソーセージ。いいじゃん、いいじゃん。焼いたことなかった。なんか入学式とかであるね。ねえ、なんかね。その木の皿を、そうそう、これいっぱい置いてあってね。めっちゃローソク浮いてる。そう、これ浮かしとこう。くっさ、それ。くっさ、それが火と思ってるから油多いから。どこの量にも入りたくない。ただちょっとね、はい、見た目こってりしてるんで、もう、油、肩ぶらだけが怖いですね。あれ、あ、油が肩になる。肩ぶら、そっち。油だけが。防ぎきれないし、防ぎきれない。肩じゃなくて。犯罪ですよ、それ。どうですかね。ね、飲みましょう。食いましょう。行きましょう。はい、うわ、結構香りもしてきてる。あ、ほんとだ。いいですよ。いただきます。はい、じゃあ、いただきます。はい、うん、うまっ、うまっ、うまっ、ピザ、ピザだ、ピザ、ピザ、うん、すごい、これうまっ、塩
気がこっ、しょっぱしょっぱしょっぱい、しょっぱいな。もともとも味付いてるものだから、よりこのガーリックバターの味が塩すごい塩すご塩すご塩すごないわそれっぽくはなるあるかなと思ったけど、なかった。これはしょっぱすぎるけど、あまあまあ、うまいね。うまくはある、うん、うまいけどしょっぱい。これだけで食うもんじゃないの、うん、ダンブルドアはもう無理。確かに一生、一生呼ばない。こうやってバトル俺はこうなんかあるフェイスだね。無理だね。そっちゅうになっちゃうよ。そっちゅうってはい、じゃあ私もね、うん、ついにじゃ見つけてしまいました。見つけたからこの秘密。おえあの探し求めていた永遠の秘宝。え賢者の石のことかな。えもんじゃの飯えもんじゃの飯じゃねえかもんじゃこれ、これでも違くない何これ、何これ、何これ、もんじゃ焼きをご飯にのせた何これ、違くない明太子、これつぶつぶ、はい、明太子なんか肝ご飯もんじゃって何、キャベツ敷いてないの、確かに中に入ってるでしょ、いや、入れんの忘れちゃって、いや、いやまだ全盛失敗じゃん、固まんなくなきゃ、あいつ、うん、いや、でも魔法って不思議なんですよ目の脳みそだろ、それじゃあガリバタをね、なんか入れますか、あ、入れないんだ、あ、入れてないんだ、トイレしようか、何がいいかな、どれがいいかな、液体の方がいいんで、あ、液体、ね、シーズニングもね、あれ、あ、これ使ってないの、確かに、この粉にしましょう、どんなくらい匂いがあるんだろうね、ガーリックバターとかじゃあるね、ソルトじゃないんだろうね、粉、うん、ここかな、濃い濃い、これは期待できるわ溶ける、うわおいおいガリーやりすぎよガリーポーちゃんガリーおい何しちょるお前、おい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 臭すぎの騎士団になってガリーバッターと臭すぎの騎士団シリーズ4作目だよ、まだ1作目だって頼むよ、みんなで、まあまあまあ、これ混ぜるの、取り分け、取り分け、セクタムセンプラ、取り分け防止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 、あ、米もあんだ、本当にあります、あります、うわー何これー、すごい初めてかも、こんな切ったね、何これ、もんじゃと飯さえ初めて、そこにガリバタが一緒に食うの飯、そうそう、もんじゃご飯ですね、まあ、そもそももんじゃも失敗してんじゃん、これ多分、確かにこれ、なんか何これ新しい、いただきます、いただきます、うん、あこれ、うん、なんかなんだ、あなんかね、嫌いじゃないけどね、でも全然ガリバタ薄いかも、うんうん、なんかもっといけるな、ソース味は濃い、ソース濃いな、ソース味だよね、そううまいよりだもん、そううまいよりだもんね、そううまいよりそううまいよりグレンジ間違えたな、ガリバッターじゃん、ガリバッターヒロインはね、そううまいよりだもん、やっぱやっぱこれがなんかなんだろう、うん、薄いのか、塩なのかな、もっといってもいいのかな、まあまあまあ、こっちをちょっとかけるぐらいでいいんじゃん、これをかけてみて、聞いてない、おひょーおひょーおひょーこれでも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 ダメだよ、これでも来ちゃう来ちゃう、見つかる見つかる見つかる、匂いで見つかる、これでも東京はダメだから、お食事するのか、うまいはうまいのかな、どうよ、あれ首出しちゃった、首凝った、首凝ってる、首凝った、首凝った、首凝った、まだか、ガリバッタからの、すごいね、首凝った、ほとんど意味なしに、あ全然意味ない、見せてくれるやつ意味なしか、首をひねる意味ない、味は濃いから、ガリバタ味にはなるんですけど、もんじゃである意味があんまないかも、そっか、これはこれうまいけどね、ソースの明太がもう強いんだ、ジャンプ感はめっちゃあります、ね、てないのこれは、うん、なんか入れる余地がないのか、確かに確かに、うん、はい、うん、持ってきました、じゃあ、お、うん、やっぱね、臭いと、とにかく臭い、臭さには臭さをぶつけんだよ、え、え、こちらです、そのセリフの関係なくない、うわぁ、あっと、あっと、入れたことないかも、そうだよね、嫌いだもんね、あ、そうなんだ、そっか、そうなんですよ、でも、この強い匂いがあれば、今回は、恐れ山にだけ食べてます、え、それ笑いの笑いの笑い、これなら、だからどれ行くの、克服できるかも、いっぱいありますけどね、刻みもあるよ、これもしかしたら分霊箱かもしれない、え、これがこれが笑いの茶碗、笑いの分霊箱これは取られないようにしないと、これにね、すげえな、うわ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 、すげえ、オーマイガーだろこれ、すごい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 、からし、そのぐらいは、え、醤油と
とかなし逆に。なしでしょう。うわー、そのシーズニングもかけちゃおう。え、これ？あー、ダブル。塩系。うわー、なんか穴開いてない。穴開いちゃってるわ。ちょっと。何して、何なんか穴持っちゃうよ。こんなもん。いいよ、いいよ、いいよ。オッケーオッケーオッケー。今月のプリンス。ガリーバッター。これは来たね。本領発揮だわ、本領発揮。うっせーだろうな。これはいいですよ。うわー、うわー、うわー。ね、こら、頼むよ。でもガリーバッター、これも見た目は普通のこんな美味しいんだよ、ね、変わらない。9と4分の3杯食べないでよ。お願いします。ちょっと、ちょっと残してやめてください。9杯じゃないよ。お願いします。もうすぐ10杯なのに。ちょっとまあ、私らもね、せっかくなんでちょっといただきます。ちょっと食いますか、味見。じゃあ、はい、いただきます。うん、くっそー。くっそー。あ、すごい、すごい。くせーでも納豆の臭みがさ、くせーちょっと変わった。納豆の臭みはない、うん、もう感じない。ちょっとね、はい、南米っぽさが出す。くせー、あーやばい、くせーだ。あれでもないもん。くさ、納豆ではなくなった。納豆じゃない、なんか南米っぽい。それさ、あ、え、コンフリンゴ。コンフリンゴしないで。ダメ、これはちょっとダメですね。臭すぎ、臭すぎるよこれ。臭が増えただけだこれ。あ、臭すぎてはいけない、ガリーバッターは。、うん、そうだね。はい、うん、行きたいと思うんですが、はい、禁じられた呪文に手出すしかないかな。おいおいおい、落ちるか。クルシオ。クルシオならぬ、え、え、理想シル。味噌汁、味噌汁、味噌汁、なんだそれ。味噌汁にガリバタどうでしょうって話です。3段あるんです。3段何？味噌ラーメンって、うん、バターとニンニクね。ニンニク、なるほど、うまいじゃん。おお、じゃあいいんじゃないって。なるほど、確かに理屈、理屈あり。味噌ラーメンのスープっぽくなる。そういうことです。なんでは、それかな、こっち、うん、はい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 。味噌汁、味噌汁どうだ。味噌汁。わー、結構やる、入れすぎ、入れすぎ、大丈夫？油かたぶらになっちゃう。死ぬから。なんぼですか、死の呪文。これ入れて混ぜー。うわ、ギャ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 。あ、でもちょっと味噌汁っぽい色。ね、これにからラーメンっぽい色になってる。油が浮いてね。油が浮いてね。でもなくはないのかな。いいかもね、もしかしたら。いいかも。確かに理屈はわかるわ。うん。わ、え？え？匂い嗅いでみて。あ、え、嘘。匂い嗅いでるよ。あれこれ。くっせぇ汁じゃねえか。くっせぇ汁。味噌汁じゃなくなってるじゃねえ。ラーメンでもないだ。くっせぇ汁。え、行きましょう。いただきます。いただきます。強バター。あー、おー、わー。え、濃い。わー、濃いな。濃いね。濃い。全身から体毛が生えてる。ちょっと違うね、やっぱ味噌ラーメンと。魔法の薬みたいな。極限まで北国だったらいいのかも。あ、そうかもね。あ、今極寒の地だと思って。極寒の地だったらいいのかも。確かに。こんぐらいで。わかめとかが合わんな。いやー、うっせ、まずくはない。具材かもね。なんか血がさ、うん、止まる気しない。なんか、ね、そうそう、熱くなってくる。血を止まれ。血を止める魔法。そう、怖いわ。でもなんかギリギリその民族料理とか、うん、なんかある感覚。言いたいことは分かる。言いたいことは感覚は。はい、ん、じゃあもうね、やっぱりね、スリザリンとか。なんちゅう格好してるんですか、スリザリンの。スリザリン、ゴルファー。俺もゴルファー。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 ゴ油揚げ、油揚げをガーリックバター。ちょっと油揚げブラ、油揚げブラ、禁止しようんでしょうか。油揚げバター大丈夫か。油揚げバター、油揚げバターです、ね、これ大丈夫か。油に油よ、やばいか。そう、これでね、もう大丈夫です。体にいいですから。何が、なんで、え、何、大豆だから。大豆だから大豆だから大民間料理、はい、しゃあ、うん、はい、もう味付いてる。これもうガーリックバターで焼き上げてる。うわー、もうガーリックバター、あ、カリッとカリッとしてますか。カリッとしてますよ。カリッとしてます。カリッと中。あ、関係ない。関係ないだろう、それ魔法に関係あるのか。柔術で ね負傷したんだ。ね、関係ない。マグルの名前だ。中肉中背。はいはい、わー、ツヤツヤ。いただきます。いただきます。うまいかもね。
あ、え、あ、新しい、うん、うん、うわ、味濃い、あー、濃いけど韓国料理みたいな、あ、わかる、ちょっと味濃すぎるけど、うんうんうん、なんか方向性はなんか中ない、うんうんうん、結構あるかもね、うんうん、この方向には何かが、うんうん、あるかも、何かこうサクサク感がいいね、うんうん、なんか何か中に入れたりしたらまた変わるんじゃない、詰めてね、詰める、確かに確かにあるな、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 そしたら食感が増えてほしいな、うん、なんだろう、なんだろう、うんこかな、うんこか、10点減点だな、それしょうもないユーモアで10点減点、しょうもない、ユーモアだからね、全然 NSC より厳しい、減点減性はないからさすがに減点が違うから、でもなんかあるかもね、うん、なんでしょう、可能性は感じます、うん、はい、はい、うん、というわけでガリバター、いやー、ありましたね、そろそろ終業式というね、うん、誰がガリバターか決める、決める、せいで指差しますよ、そうだね、確かにね、真のガリーバッター決めよう、うん、せーの、え、何、どうなってる、どうなってる、え、原宿さんに、加藤さんに、あ、ダブルガリーバッター来た、あ、ダブルガリーバッター、ダブルガリーバッター、ダブルガリーバッターだ、聞いたことないないよ、ね、そんなね、じゃあ同時に2人でこう、うん、聖杯に手をつける、ワープしちゃうだろ、いや、まあでも何ですかね、うん、なんか可能性は感じるね、うん、そうだね、うん、2作目も、あ、え、賢者の飯以降もある、あるんだ、の次2なんだっけ、秘密の部屋、秘密の部屋か、うん、ほんとね、秘密の穴の穴の穴の草、穴の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 穴が穴の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 ね、いやでも、はい、これ続けてるとやっぱちょっとあのお方が、うん、確かに、ね、ああ来てしまうから、ね、もしかしたらだんだん気づいてるかも、近づいてくるかもしれないんで、皆さん気をつけて、気をつけて、バリーバッターやるときはお気をつけてということで、はいはいはい、もしかしたら気がつかれたかもしれません、やばいかもな、うん、というわけなんで、はい、ありがとう。God.